浜名湖サービスエリアは、静岡県浜松市北区三日美町作米の東名高速道路上に所在するサービスエリアである。高速バス停留場の浜名湖バスストップを併設している。西立施設駐車場、ガソリンスタンドバス停留場を除き、東京方面、名古屋方面の上下線で施設を共有する集約型の形態を取っている。これは、地形上の制約のほかに、 浜名湖の眺望性を考慮した結果である。東名高速道路随一の継承地にあり、浜名湖に突き出た半島に設けられている。浜名湖と隣接することから、敷地内には湖を一望する遊歩道を有している。2014年3月21日から、日本の高速道路のサービスエリアとしては、初となる遊覧船の商業運行が開始されることになった。 2019年12月5日にエクスパッサ浜名湖としてグランドオープンをした。東名高速道路では4つ目のエクスパッサとなった。2019年5月よりリニューアル工事を開始、その後段階的にリニューアルオープンし、同年12月5日にエクスパッサ浜名湖としてグランドオープン。敷地内の休憩施設は上り線側の西立、下り線側の東間。 レストラン間の3つに大別され、東館施設については24時間営業となっている。隣接する広場サービスエリアから見る、浜名湖広場内恋人の聖地プラットパーク、旅客案内場では、東名浜名湖と呼ばれる。東名ハイウェイバス全便が、浜名湖 SA での休憩後に停車する。首都圏京阪神間の東海道昼特急号の途中休憩箇所となっている。 資金の ICBS など停車するバスを浜名湖、バスストップに関するカテゴリー、ありがとうございます。